こんにちは、フルートの宮です。9月19日、20日、実書観音10周年を記念したスペシャルイベントを行います。実書観音というのは書道家の白石節子さんとのユニット。白石節子さんは今日本を代表する書道家の一人なんですけれども、大活躍している素晴らしい書道家で、節子さんと10年間続けてきたのが、実書観音です。節子さんとの出会いは、それこそ10数年前、四ツ谷の喫茶坂駅で、出会って、喫茶坂駅はいろんな分野の芸術家が、集まってこう出会う場で、本当に素晴らしい喫茶坂駅で出会った素晴らしい出会いというのはたくさんあったんですけれども、節子さんもその私が出会ったうちの一人で、でちょうど二人とも伝統的な表現を学んだ後に自分の表現を開拓していく、その過程で即興を使っていこうっていうことで、いろいろ模索していた時期で、で即興表現の楽しさを感じてることができた時期だったので、今もちろん感じてるんですけど、最初に感じた時期だったので、それを皆さんとこう共有したいっていうことで始まったのが実書観音でした。実書観音は、書道と音楽なんですけれども、こうただなんとなく書と音で一緒にやりましたわーっていうことじゃなくて、書道に影響を受けながら、書を見ながら、例えばフルートを吹いたりとか、書も音を聞きながら書くことで、お互いがこう影響を与え合って変化していくっていうことをすごく大切にしていて、で場を一緒に作るということを大事にして作ってきました。でその時にテーマになるのが、響き、一つの響き、漢字の訓読みのコンセプト。遥か古来の日本人は、漢字の訓読みの元になった一つの響きからさまざまな意味を聞き分けていましたよね。例えば聞くだったら、レッスンかもしれないし、薬が効くかもしれないし、一つの響きでもその前後にまとう情報によって意味が違ってくる。その繊細な響きを利用してコミュニケーションを取っていたということに着目して、実書観音では毎回一つの漢字の訓読みをテーマに取り上げて、例えば回るとか帰る、聞く引くなど、毎回一つの、訓読みを取り上げて、それを書と音でいろいろ展開して発展させていくというパフォーマンスを行っていました。で、即興の楽しさを伝えたいということも一番のテーマなので、即興っていうのはやっぱりこう実際にやってみるっていうのがね、最初はこう怖いとかなんかそんなことも思ったりするので、とにかく一回やってみたら、こうオープンな気持ちで聞いていただけると、もうなんて言うんだろう、それこそ効果がもう何倍にもなるので、そういうオープンな気持ちで聞いていただきたくて、そのためにも実際に参加するっていうのを必ず毎回設けていて、ワークショップで、一緒に作品を作るということもそのパフォーマンスの中で行ってきました。で、10周年で振り返ってちょっと過去のアンケートなんかを読んでたんですけれども、いくつかご紹介したいと思います。今までのワークショップに参加してくださった方の感想。書と音が直ちに織りなす世界、まさに空気の中で変化するライブ感がとても面白かったです。初めてでしたが感動、自分が漢字好きかもと思いました。初めて実書観音イベントに参加させていただきました。無愛想の雰囲気と調和して心地よい空間を味わうことができ、豊かな気持ちになりました。空間を楽しむということで、ライブならではの一期一会を楽しめました。フルートも思っていたより和の音色で新鮮でした。野外でのパフォーマンスも風も気持ちよくて、ちょうど飛行機雲がゆっくり線を引いていて、調和した空間を感じることができました。それが紙の上で形になっていくようでした。ほんの一部なんですけど、これすごく嬉しいですね。私たちが伝えたいと思ってやっていたことが、こうして言葉でフィードバックがあると、もうすごく嬉しいし、それがまた次のテーマにつながっていったりもするので、大変面白く、こうやってなんかつながって、作品が次につながっていくという
ことで10年間が過ぎていった感じですね。いや嬉しいです。はい。で、辞書観音はその場を大事にしてきたんですけども、古民家で開催するっていうのを最初はもうテーマとして決めていて、で、武蔵野の和の家桜井とか、浦安の露風社、目白の幽洞、目黒の万隆寺、それから、町田の武愛荘、本当にスペシャルな場所でたくさん開催させていただきました。私も節子さんも海外でパフォーマンスする機会が結構あるので、海外に行くと教会だったりとか、なんかすごく雰囲気のある会場があって、あーなんかいいなと思うんですけど、日本でもこうそういうその気になって本気で探してみると結構なんか素晴らしい会場があるということを思って、でそれがちょうどその時の私たちのレーダーにいい感じで入ってきたのがその古民家だったんですね。なのでその古民家 でその紙の配置とかもすごく工夫して、一体感のある空間を作ってきたんですけれども、まあその時代の流れなのか、まあ、いろんな事情があると思うんですけど、残念ながら今お話しした会場も半分以上なくなってしまって、そうですね、今あるのは武愛荘と万隆寺が残ってるんですけれども、ここはきっと残り続けるところなんですけど、やっぱ古民家だけで存続してて、まあ、パフォーマンスのスペースとして使える東京近郊の古民家っていうのは残念ながら今数が減ってきているなっていうふうに感じています。それでそんな状況で、でちょうどまあ2019年頃私が電子的なアプローチを始めた時期で、で、フルートの音をエフェクトで加工して、いろんな新しい表現をしていくっていうのを、それも実証感度に持ち込んで、なんか新しい表現を模索したり、しているうちに、コロナの状況になってしまって、で2020年は、まあ、主に動画を作ったりとか、自分たちのプライベートな空間でシークレットライブをやったりとか、もうどんどんその時代に合わせて変化している状況なんですけれども、実証観音はもう即興を一番そのメインの要素にしているので、その時代に合わせて変化するっていうのは必然というか、なんか自然にその時に合ったものができるようになっていくんだなっていうのは面白いことだなと感じています。それで2021年10周年ということで、何ができるかっていうことを考えた時に、今回のスペシャルな2日間のプログラムができました。9月19日と20日、節子さんとの出会いの場でもあります木笹坂駅が、こちらもその四ツ谷三丁目にあったお店は、本当に惜しまれつつ去年で終了したんですけれども、もうオーナーの英断で長野に移転しまして、もう信じられないようなすごい最高の環境に移転したんですね。で今もうアーティストの中ではもうすっごい話題になってるんですけれども、今行くべき場所、ナショナルジオグラフィックのベストデスティネーションとかありますけど、もう私の中のこう一番行くべき場所、私の中っていうかみんなの中の行くべき場所として大変話題になってます。新木笹坂駅クリフサイド、長野県の茅野市に移転して、今年オープンしました。そこで2日間のイベントを行います。で、四ツ谷の木笹坂駅もその隠れ家として機能していた部分も大きいんですけれども、その隠れ家のコンセプトはそのままですので、Google マップにも載ってないんですね。地図に載っていない、かといってすごく行きにくい場所ということではないらしいんですが、私も初めて行くのであれなんですけど、もちろんお申し込みくださった方には、住所や行き方をお知らせしますのでご安心ください。で、実際にいらしていただけたらすごく嬉しいんですけれども、もしちょっとこう行くのが難しいよという方にも何かこう参加していただける方法も、取りたくて、今回はリアルとオンラインと並行して行うことにしました。19日は
フランスのソレイユル版の江口由紀さんのご協力のもと、フランスと中継を行います。フランスからの参加者もいらっしゃるということですね。で、由紀さんも出会いは元は四ツ谷三丁目の木笹坂駅なので、本当に嬉しいことがこうつながっていく感じなんですけれども、実書観音は以前あの由紀さんの主催で、フランスと中継をつないでオンラインのワークショップを行ったんですね。でそれがすごく手応えがあって、今回オンラインでもやってみようと思ったきっかけなんですけれども、その時は私が日本からフルートを吹いて、その音を聞きながら、フランスの方の皆さんは聞きながら何かショーを通して表現をしていただくという内容だったんですけれども、あのこの距離は離れているのにものすごい臨場感でお互いの存在を感じることができたんですね。それがもうすごく今まで体験したことのない感じで、いないのにいるみたいななんかすごい説明できないんですけど、うまく言葉では。で、あのまあスカイプとかでね、お話しする初めてした時の感動みたいな、そんな感じかもしれない。で、あのわすごいなと思って、でこれをぜひあのやりたいなと思って今回企画したんですけれども、まあ、今までその実書観音はその場の共有っていうのを大事にして、まあ、空間との調和っていうことを大事にしてきたんですけども、もうこれからは時空を超えてつながるっていうことができるようになったなっていうこと、そういうことを提示していきたいなと思って、提示して共感していきたいなと思ってます。ワークショップの参加方法はあの本当に気軽に参加していただける内容ですので、書とか筆記用具で参加していただいてもいいですし、何か音を出してみたいよっていう方は、Zoom で行いますので、Zoom でその出す音が聞こえるような設定にしていただけると良いと思います。あともうあの身体表現でもいいし、本当に何でも気軽にあのできる内容です。あのお子様とかでも楽しいと思います。はい、19日のワークショップ、書を聞こう。音を書こうということがテーマです。で、20日のそのリアルライブはその新坂駅クリフサイドのその素晴らしい環境、あのものすごく広い空間で、あの気持ちよく使えると思うので、そこれを存分に使って光をテーマに、光という響きをテーマにパフォーマンスしてまいります。2日間続けてご参加いただけると非常に嬉しいんですけれども、ちょっと一日都合が合わないという方がいらしたら、あの一日のみの参加も大丈夫ですので、その場合はチームカノンにご連絡をください。連絡先リンクは説明文に掲載いたします。そして今回は実書観音10周年を記念したスペシャルなグッズ付きのチケットもご用意しています。こちらこの T シャツ素敵でしょう。瀬戸さんがデザインしたこの実書観音のテーマでもある響きですね。こちらの T シャツで、サイズ L です。で、サイズは SML XL ご用意してます。あと今手元にないんですけれども、瀬戸さんが持ってるんですけど、キャンパス地のすっごい素敵なトートバッグがあって、トートバッグめちゃくちゃ評判いいんですけど、そうですね、結構持ち手が長くてちょうど肩にかけられるようになっていて、で、A4 サイズのファイルが綺麗に収まるサイズになってます。トートバッグか T シャツを お選びいただく形です。グッズ付きのチケットも販売してますので、販売は、説明文にリンクを載せますので、ぜひご検討ください。では、9月19日20日リアルもしくはオンラインでお会いできることをとても楽しみにしています。